皆さんこんにちは、今回はですね、私の愛車ヤリスの方のですね、ガソリンがなくなりましたので給油をしに来たんですが、せっかくなので、今回もですね、満タン法でヤリスの実燃費どんなもんなのかっていうのを測ってみたいと思います。いつものシェルですねに来ております。こちらがですね、現在のインフォメーションディスプレイの表示です。ガソリンはまだ少し残っているんですけれども、もう給油しちゃいます。こちら、トリップメーター 579.3 キロということで、前回の給油直後にこちらゼロにしております。また、燃費計ですね、こちらも、20.5キロメートルパーリッターと表示されておりまして、こちらも前回の給油直後にリセットをしております。本体のこの燃費計ね、以前も言いましたけど、ちょっとも数字盛り気味で表示されるということをお伝えしましたので、今回満タン法で実燃費測ってどれぐらい相違があるのかちょっと見ていきたいと思います。さあ今、給油を行ってきました。こちらが給油の今回の結果ですね。 28.95 リッターということになりました。ということで、先ほどのね、今回の走行距離から、計算してみますと、割る、28.95 と、ワット、ちょっとうまく操作できないですね。はい、出ました。20.01 キロ。その下はもう考えないことにして、20.01、だいたいリッター20キロですね。という結果になりました。今回は、だいたいこの580キロぐらい走ったうちの200キロぐらいが有料道路ですね。で、残りが一般道というような形 で、しかも最初に有料道路でね、ガーッとまとめて走ったので、そこからね、だんだん燃費が落ちていくみたいな形で、この20キロまで、落ちてきたっていうようなところですね。で、でもいい数字じゃないかなと思います。ピノにも引けを取らないような数字が出ましたね。で、あとですね、1回1回で見ていった時に、毎回エンジン切ると、ここのインフォメーションディスプレイにその時の走行時間、走行距離、平均燃費って、この3つが出るんですけれども、千葉と寒川を、往復した時の帰りにですね、103キロを走ってね、休憩なしで帰ってきたんですけれども、その時にね、リッター 26.4 キロという数字が出ました。本体にね、表示される燃費計の数字ちょっと持ってるっていうお話は先ほども、したと思いますけれども、それでも20リッター25ぐらいね、細かく見ていくと出てる時もあるんだなっていうようなところですね。一昔前のハイブリッドみたいな、そんな燃費が普通のガソリン車でも出るというようなところでね、高速乗りは当然燃費上がるんですけど、無駄なね、加減速が少ないですから、なんですけれども、なかなかいい数字じゃないかなと思います。ということで、今回はヤリスの実燃費満タン法で測ってみましたという動画でした。また定期的に、動画を上げていきたいと思います。今回は高速、200キロ、一般道がだいたい500ちょいぐらいっていうような、一般道が、370キロぐらいというような形ですね。そんなバランスでした。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。